皆さんこんにちは。本日は走りでブレーキがかからなくなる動き作り、これをね紹介していきたいと思います。皆さん、ランニングでブレーキになってしまう筋肉といえば、せーの、前もも。そう、皆さん正解、前ももですね。こういうと前もも不要みたいな話になりますけども、そうじゃないですよ。前もも大事ですよ。ただ前ももの柔軟性を高めておくことは、ブレーキをかけない動き作り、つまり速く走るためには極めて重要なんですね。今回はブレーキをかけない動き作りとストレッチ、これをね紹介していきたいと思います。今回の内容は必見です。ぜひ一緒に学んでいきましょう。前ももの筋肉は大腿四頭筋と言われて、4つの筋肉が集まったものですね。この大腿四頭筋の役割というのは、膝の曲げ伸ばし、そして足を前に持ち上げる、この動きなんです。この前ももの筋肉というのは、ランニング中ではブレーキ筋と言われていて、その名前の通り走り動きにブレーキをかけるときに使われる筋肉です。その逆でアクセル、進むために使われる筋肉というのは、お尻や裏もも、その反対のブレーキの時に使われるのが前ももということなんです。よく下り坂を走ると前ももが張るという意見、僕もよく聞くんですね。あれは下り坂になると自然とスピードが出る。そしたら上体を後ろに反らして足を前についてブレーキをかけようとします。そしてその減速の時に使われている筋肉というのが前ももということなんですね。つまりここの前ももの張りが強い方というのは、普段のランニングでもブレーキをかけがちな走りということになるんですね。そしてこの前ももの張りが強くなってくると、その逆、つまりアクセルに使われる裏ももやお尻の筋肉が使われにくくなる傾向にあるんですね。人間の体というのは、無意識に普段使っている筋肉を優先的に使おうとしてしまいます。なので前ももが張っている人というのは、普段のランニングからも前ももを使いたくる。そしてその逆のお尻や裏もも、これが使いにくくなる。そしたらもっともっと前もも優位に使ってブレーキをかける走りになってしまう。こういった流れにつながってしまうんです。つまりこの前ももの筋肉が張りが強い状態を残してしまうと、スピードを上げにくくなってしまうんですね。そして前ももの筋肉というのは、ここにある膝のお皿、ここにくっついています。膝蓋骨と言います。前ももが硬くなってしまうと、この膝周り、膝蓋骨周りの筋肉に炎症が起きやすくなってしまうんですね。つまり膝周りの怪我、これにもつながってきます。前ももの硬さはね。これは逆に言うと、前ももの柔軟性を保っておけばスピードも上がりやすくなる。そして膝周りの怪我も減る。こういったことにつながっていくんですよ。なので今回というのは、この前ももをしっかり伸ばせるストレッチ、そしてそのストレッチを行った後というのは、前ももを伸ばしながら裏ももやお尻の筋肉を鍛えていく動き作り、これをね一緒に行っていきます。この2つ組み合わせると最強なんですね。絶対にランニングフォーム、そして走りやすさ変わります。今から一緒にやっていきましょう。大丈夫、めっちゃ簡単です。はい、それでは始めていきましょう。今回はね、たった3種目で前ももを伸ばして、そしてお尻や裏ももの筋肉にスイッチを入れる、そんな種目をしていきます。最後はね、動き作りになりますので、ぜひこのね動き作りまでやっていただければ、めちゃくちゃお尻の筋肉やハムストリングスに力が入る感覚わかると思います。そして前ももを伸びますので、怪我予防、これにもつながっていきますので、一緒にやっていきましょう。まずは前ももを伸ばしていくストレッチですね。まず横向きに寝転びます。この時に肩の下に肘、ちょっと肘ついてね、肩痛いよっていう方は寝転んでも OK です。これどちらでも OK です。そしてまずは膝を前に突き出しましょう。こうしたら足の甲を持ってください。そして足の甲を持ったら、後ろにこの膝を引いていきます。膝を引いていくと前ももが伸びていくんですけども、この時のポイント2つ。膝が上に開かないことと、あとは腰を反らないこと。腰反る人結構いるので、こういう方ね、前ももめちゃくちゃ張ってる人なので、お腹にしっかり力入れた状態、このまま膝を後ろに引いていきましょう。このまま50秒、いいですか。お腹にしっかり力入れて膝を後ろに引いていきます。絶対反り腰にならないでくださいね。反り腰になるとね、この前もものストレッチの効果半分以下になりますから。そして大体ランニングをしている人で多いのは、膝が開く、できるだけ膝をしっかりと締めます。この2つとにかく意識してみてください。そうするとね、この辺りですね、ここの辺りの筋肉めっちゃ伸びます。お腹にしっかり力入れてくださいね。ちょっと腹筋するぐらいの気持ちの方がちょうどいいですね。あとは呼吸を止めずにリラックスした呼吸、これを心がけましょう。ふー、わー、呼吸したらめっちゃ伸びる。はい、 OK。 じゃあ次ね、反対も同じように行いましょう。覚えてますか。まずは順序としては、手をつく、そして足、下の膝ね曲げとく方が安定します。そして足を前に出して足首持って、で
膝を後ろに引いていきます。このまま50秒ですね。お腹にしっかり力入れましょう。足の甲を持って引きます。そうそうそう、お腹にちゃんと力入れておきましょう。ふぅふぅふぅと、こんな感じですね。膝開かない、しっかりね、膝を締めて、そして膝を後ろに引きます。お腹にちゃんと力入れてください。でストレッチ中に目をね、まあ、軽くつむるのはいいんですけども、ぐーって歯を食いしばったりとかしてしまうと、これね、ストレッチの効果落ちます。そう、顔に力みが出ちゃいますのでね、顔の力みって結構大きいんですよ。はい、OK です。なのでね、ストレッチ中っていうのは難しい顔をせずにリラックスした顔ですね。これが痛くても一緒ですね。痛くてもしっかり深呼吸をして目をぐっと詰まらないようにしてくださいね。では次の種目なんですけれども、次は正座をします。正座ですね。正座できるかな、正座できない人ね、たまにいらっしゃいますけれども、このまま膝をついて、でできるだけ膝と膝をこれを合わせます。前も硬かったらね、開きますよね。膝しっかり締めて、でこの時に後ろに手をつくんですけども、ポイントは膝と膝というか、膝が内につけて、そして地面から膝が離れないように、そしてお腹に力を入れながら、これもね、反らないように後ろに手をつきます。で膝を地面にぐーっと押し付けると前も伸びます。ここから50秒。これね、こうなると全然伸びないです。本当に伸びない。でもお腹に力入れとくとめちゃくちゃ伸びます。そう、分かってきました。前も伸ばそうと思うと結構腹筋の力使うんですよ。なので、まあ、腹筋のトレーニングとは言いませんけども、結構それに近いぐらいの、お腹の筋肉をしっかり鍛えてるぐらいの感覚は持てますね。でポイントは膝を地面にぐーっと押し付けるようにしながら伸ばします。で膝と膝もね、さっき言った開きやすいので、膝しっかりと地面に押し付けます。はい、 OK です。結構硬い人はね、この正座を取るのもしんどいと思うんですけども、お腹にしっかり力入れて行うようにしてください。ではね、前もも結構伸びたと思いますので、次は前もも伸ばしながら、お尻や裏ももにスイッチを入れる動き作りしていきましょう。これね、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。最近すごくね、やってるトレーニングです。まずクッションか何かあったらいいです。このね、ヨガブロックでもいいし、ボールでも OK です。膝と膝の間に挟めるものがあったらすごくいいですね。まあ、今日はこれを使います。でこのまま仰向けに寝転ぶんですけども、膝をしっかり曲げていきます。このまま仰向けに寝転びましょう。で目線は上に向けて、手のひらを必ず上に向けましょう。そしてこのままお尻を上に持ち上げます。この時に腰をギュッと最初に反らないように、これも一緒、お腹にしっかり力入れて、わかりますか？前ももを伸ばしながらお尻を使おうとすると、さっきから言ってるお腹の力が実はすごく重要なんです。なのでお腹に軽く力でギューッとね、むちゃくちゃ固める必要ないです。ただ反らないように意識しましょう。このまま上に反らないようにお尻を上に上げます。そう、意識はお尻を上に上げる。そうするとお尻の筋肉や前ももの筋肉、お尻は使って前ももが伸びてます。そして膝が開かないようにこういうとこを挟みましょう。これを10回、1、2、ポイントは上げ切って1回止めて、で下ろす。呼吸を止めずに3で戻します。ゆっくり行いますよ。4、5。普段反り腰気味な方はちゃんとお腹に力入れてお尻を高くしましょう。反り腰予防にもなります。6、息を止めずにお尻上げましょう。はい、7、前も置かなかったら膝が開きがちです。8、はい、戻して、9、
お尻にスイッチ入れて、はい、ラスト1回。10回目は息をしっかり吐きながら、お尻グッと上に上げて10秒キープ。1、2、3、お尻締めて、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。はぁ、OK です。わかりましたかね。前もも伸びながら、お尻とかに力入るの。まあ、どっか一つだけ意識できていれば OK です。あ、前ももがめちゃくちゃ伸びてたなとかでも OK し、お尻の筋肉すごい力入ってたなでも全然 OK です。あとはね、膝締めたので、内ももすごいしんどかったなでもいいし、腰反らないようにするために、お腹にすごい力入れたなっていう方、これも OK です。普段からね、反り腰の方はね、お腹の筋肉足りてませんので、これでね、予防もできます。今の運動を全体的に行った後に、正座をした時に、あ、さっきより正座やりやすくなったぞとか、あ、手がなんか後ろにつきやすくなった。これが起こっていたりすると、ちゃんと前もも伸びて、お尻に力入ってる証拠ですね。まあ、そういった現象、なんかわかんないなっていうことでも、ちゃんと続けていれば、前ももの張り取れてきます。そして、最初も言った通り、前ももの張りが取れてくれば、ブレーキかかりにくくなります。ということは、アクセルがかかりやすくなるということですね。スピードアップにもつながりますし、怪我の予防にもつながります。ぜひね、膝周り不安があるとか、なんか前ももの張りが強いんだよねっていう方は、このね、ストレッチと動き作り、ぜひぜひ続けてみてください。トレーニング前とか、ランニング前に巻いていただけると、すごく効果がいいので、ぜひこれをね、やってみてください。絶対皆さんのね、動き、変わっていきますから。はい、本日の質問はですね、雪が降っていたり、雪が積もっていたら、トレーニングはどうしたらいいですかという質問ですね。ありがとうございます。雪国の方ですよね。雪国の方、これ大変な問題ですよね。まあ、ちょっとうまく答えられるか分かりませんけども。そもそも雪積もったら物理的に走れませんもんね。なので、まあ、一番具体的な解決策は、やっぱりジムに入会して、トレッドミルを使うというのが一番いいですね。なので、まあ、1月から3月とかは、ちょっとジムに入会しておいて、まあ、ちょっとコストかかりますけどね。そしたらね、雪が降っていても、ちゃんとジムに行けば、普通に走ることができます。も環境的にね、暖かいんですよ。で、僕もね、そこにトレッドミルあるので、寒すぎる日とかはそこで走るんですけども、やっぱり室内なので、めちゃくちゃ汗かくんですね。なかなかね、寒い日に汗だくになれてないので、まあ、それはそれやっぱ気持ちいいなと思いますので、まあ、もしお近くにジムがある方というのは、ジムに入会して、冬の間ジムに入会して、それでトレッドミルを行ったトレーニング、これがね、おすすめじゃないかなと思います。いや、そもそも家の近くにジムもないし、どうしたらいいっていう方はですね、もう自宅でできることですね。ちゃんとストレッチをしたりとか、あとはね、お風呂に入ってメンテナンスをするとか、で、筋力トレーニングをちゃんと行うであったりとか、あとは HIIT ですね、高強度インターバルトレーニングをやったりとか、とにかく自宅でできることをしっかり行うですね。まあ、できないことですね、走れないなっていうことに目を向けても仕方がないので、自宅でできることをしっかりと行うようにしてください。これもね、チリツモになります。何もやらないっていうのが一番ダメですね。そうするとね、体は衰退していきますので、もうこれが一番飽きませんのでね、自宅でできることを頑張ってみてください。一応僕のチャンネルにはね、HIIT も筋力トレーニングも、そしてあとはなんだ、ストレッチもね、ありますので、ぜひよかったらね、このあたりピックアップしながらやっていただければなと思います。まあ、偉そうに本当すみません。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になるところあったなと思ったら、ぜひともね、高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントにて質問疑問などありましたら、コメント欄に放り込んでおいてください。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントではイベントや練習会の情報などこちらで配信しております。最近ありがたいことでですね、イベントに呼んでいただけること本当に増えました。本当にありがとうございます。ぜひともね、こちらで情報を配信しておりますので、 LINE 公式アカウント、こちらも登録よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけど、まだチャンネル登録をしていなかったなーっていう方は、高評価にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。